昨日東京で行われた企業版ふるさと納税のマッチング会には須崎市や室戸市など県内9つの市町村と高知県ゆかりの関東の企業およそ20社が参加しました。企業版ふるさと納税とは国が認定した自治体の地方創生事業に対し企業が寄付を行った際に最大で寄付額のおよそ9割が軽減される仕組みで自治体と企業を結びつけようと高知放送が企画しました。昨日は自治体側がインフラ整備や環境保全などそれぞれの課題をプレゼンテーションした後ブースに分かれて個別面談が行われました。高知に関心を持っていただくというのは機会をこれ設けているということ自体がまず第一歩だというふうに思いますし、ここからどのように連携をあるいは協業していくのか、あるいは寄付を実際にですねいただけるのかどうかということを考えていくというところもできるスタートになったんじゃないかなというふうに思っております。参加者たちは直接意見を交わし地域課題の解決に向けて理解を深めていました。